JRA 発表、機種6人が起乗停止。に対するみんなの反応。なんでスマホで起乗停止になるん？情報収集できて不平等だから。控え室に持ち込めるんだな。持ち込めるのがおかしいわ。自分の乗るレース終わるまで預けてるのかと思ってたわ。これ、競艇や競輪でもそうだぞ。レース期間中は外部との連絡ツール使っちゃダメ。家族からの重要な話でも事務局通さなきゃいけないってのをモンキーターンで知った。武豊が最近までガラケーやったってニュースあったけど、競馬しか頭になかったらマジでいらんということか。週半分くらいは使えんわけやし。まあやってしまったものは仕方ないわな。下手すると仕方ないで済まない可能性もあるんだよな。そうだね。騎乗停止明けに引退しても仕方ないレベル。実力あるルメールならまだしも、彼らはまだ新人に毛が生えた程度のペイペイだからな。当分は汚名拭えないし、馬主もイメージダウン懸念して乗せたがらないだろ。下手したら実質的に騎手人生終了もありえるよ。これでも処分ぬるいんよ。似たような立場の競輪選手だと、1年斡旋停止。1年無職なんよ。それだけ外部との接触や、八百長防止には気を使ってるんよ。鍵のかかるセーフティーボックスに預けなきゃいけないはずだから、持ち込めてる時点でおかしいのよね。預ける場所があって、ちゃんと預けないといけない決まりにもかかわらず預けてないとか、言い訳不可能やんけこんなん。よく知らんとスマホくらいとか思っちゃうけど、この手の業界で常識的なことを守ってないなら擁護できんな。なんで一斉に？なんか摘発でもされたんだろか。みんなで写真撮ってたんじゃないか説が出てる。誰かが期間中にインスタにいいねしてそっから芋づる式らしい。これが本当ならいろんな意味で意識が低いって言われても仕方ないな。そんなとこも監視してんのか。しっかりしとるね。国家が公平性を担保してる公営ギャンブルやからね。そんな冗談やヘリオスでもやらなそうなことを、やらないよな。一応かけてなさげな馬娘レースでは、逆にそこまで通信機器利用の規制は厳しくないのかも。陸上みたいな一般のスポーツでは、そこまで通信機器利用の規制しないと思うけどどうなんだろう。馬娘レースはギャンブルではないからな。競馬は公営ギャンブル。レース後に謎の紙吹雪が舞ったり、一番人気を任した馬娘に罵声を浴びせる奴がいたり、ただのスポーツの割には、異常に勝ち負けにこだわってる奴がいたりするけど、賭け事ではないもんな。控え室で電話したりするし持ち込みはできるようだ。ゲームボーイアドバンスやローズ。マリオ、FF、悪魔城ドラキュラ、スパロボ、ポケモン、マザー、洋作ばっかりじゃん。今時のゲーム機通信機能ありきなところが大半やからなぁ。任天堂さんスイッチから Wi-Fi 機能取っ払ったモデル機種に販売してやれないかね？案外子供向けにいいかもしれん。オフライン専用スイッチ。一くんがそれやってたそうな。通信機能排除したスイッチ持ち込み。一番いいのは横山武史が趣味にしてる、ポケモンカードみたいなアナクロなゲームやることだね。たけしにポケカ教えてもらったらいいと思う。多分これ新人の二人は先輩たちに誘われてやっちゃった感じよね。それだから立ちが悪いね。これだと女性の新人が入っても悪い方に染まってしまう。七子だけ無事で草。言うて6人中最年長の古川騎手で22やから、25の藤田騎手と6人の世代とじゃ、話が合わん可能性あるんじゃね？藤田はつべのインタビューかなんかで、後輩との絡み方がわからないとか言うとったし。6人が今回だけってわけないから常習だろうな。通話もしてるのは結構悪質では？所属厩舎だけでなく、現役調教師、調教助手として JRA に所属する父親に対しても最低の行動になる。家族に関係者いればそういう業界だって子供の頃から知ってるはずなのにな。シミラクルの視線だったタイガのお父さんとか、所属厩舎の調教師さんたちは、今頃米つきバッタみたいに頭下げる案らしてんのかな。不憫すぎるな。悪質かと言われたらまだわからん。ただ、なぜ控え室などで通信機器が禁止なのか、という理由も踏まえたら、
悪意がなかったとしても意識が低かったと言わざるを得ない。これは競馬学校に入る段階から言われること。自由がかなり奪われて、一般の生活とはかけ離れます。本当にそれでも騎手になりたいですか？って、ど素人でもない。悪質じゃないは難しい。八百長はないにしても、この馬、調子悪いらしいとかの生の情報が手に入るわけやしな。それがすでに八百長。スマホと生活が密着している世代なんで、うっかりやってしまうのはあるかもな。現地入りするときここに預けろって言われるのに、預けないのはうっかりとは言わん。じゃあもう恋に持ち込んだ線しかないんやな。これはあかんわ。元から預けないのは恋だし、2台持ちで1台しか預けない場合も恋。積んでますな。調整ルームの制度がルメの時と変わってなければ預けられない。強制的に携帯電話を預けさせれば、JRA と騎手クラブとの取り決めで、自己管理と決まったようです。JRA の説明によると、預かってしまうと、返す際に渡し間違えるなどの恐れもある、という理由だそうです。ただ、監視やチェック機関があるわけではなく、あくまで自主規制、自己管理に任されています。それがルールなのに世代だからとかは言い訳にならんわ。ルメールも昔機種控え室でツイッターしてて騎乗停止くらってたな。藤田七子以外女性機種全滅やん。機種ってのはある意味生殖だからね。本来1ミリでも疑いが持たれたらアウトなんよ。だから調整室にマッサージし、意味深と偽って知人を連れ込んだり、スマホを持ち込んではいけないんですわ。わだ、座禅してます。ミルコ、僕ツイッター、タケ、こら、ルメール。罰則厳しい割になんでこんなに簡単に持ち込めちゃうんだ？過去にルメールもやらかしてたし、厳しい罰則なんだから運営側でうっかり持ち込みを防ぐように、サポートしてもいいと思うんだけど。別の記事で書いてあったけど、女性のチェックというのはなかなか難しいみたいね。チェックされないから持ち込んでもバレへんやろって思ってたんかね。だとしたら機種としての意識が低いとかいう以前に人間としてダメなレベル。でもバレたらマジで大事なのに、通話までしてるのは意識の欠如以外の何者でもないでしょ。ちゃんと預けるところも用意されてるのに、公営ギャンブルの根幹に関わるのに、正直1ヶ月じゃ甘いと思った。競艇とか競輪で同じことやらかしたら半年くらいレース出れないんだってね。処分が軽すぎでは。今の子にとっては騎手や競艇の学校で集団生活よりも、スマホ使えない状況になるってのに慣れる方がきつそうだな。そうであれば騎手という職業を選ばなければ良いだけの話だけどね。つい最近川田がインタビューで、若手のことで厳しくも期待してるようなこと言ってたのに激怒不可避。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。